エリザベストン、エリザベストン、A、エリザベストンは、アメリカ合衆国テネシー州、カーター郡の郡庁所在地、市である。2010年国勢調査で、の人口は14,176人である。東部北米大陸分水海より西に開かれた、アメリカ13植民地の最初の開拓地である。エリザベストンは、36.344548。 マイナス八十二点二零一四八一に位置している。北西テネシーの中央にあたる。当時体は、アメリカ東部標準時、アトックマイナス5に属し、協定世界時との差はマイナス5時間である。アメリカが集国統計局によると、エリザベストン市は総面積二十四点三キロメートル九点四ミである。うち二十三点七平方キロメートル九点二ミが、 陸地で0.6平方キロメートル0.2ミリが水域である。総面積の2.35%が水域となっている。エリザベストン市営空港の海抜は1593フィート486メートル。カーター軍で一番標高が高いのはローン山で、海抜6285フィート1916メートルであり、この空港は 集合速度十一号線のストーニークリック出口、市の東部にある。エリザベストンは、近くのブラウントビルにある州立北東工科大学の主キャンパスに隣接する37域空港から、より大きな商業便、シャトル便及び貨物便の利用が可能である。林山頂上の標高は二千三百八十フィート、七百二十五メートルであり、エリザベストンの中心街実業地区からは、 アメリカ国道 19E 号線のすぐ向こうにある北緯36.350度、成型82.191度。エリザベストンの西の境界はジョンソン市と接している。道川はローン山州立公園の真南、ノースカロライナ州境近くに発してカーター郡に流れ込んでいる。まず北に流れて、州立道路143号線と平行にする。 ローンマウンテン地域共同体で西に向きを変え、アメリカ国道1 9 e 号線と並行にする。ル。道川はフォーク山の東を流れ、リトル道川はフォーク山まで西に流れる。ハンプトンの道川と、リトル道川の合流点から下流では、北へ向かいバレー法事地域共同体を抜け、また、アメリカ国道1 9 e 号線に合う。ハンプトンの真北で山間を抜けると、 マッカサーンスプリングから流れ込む水で水量が豊富になる。カーター軍の軍庁所在地エリザベストンで和東ガ川に合流する直前にエリザベストンの歴史的中心街で見られる木製の屋根付け橋が架かっている。この橋のさらに下流に二つの特徴的なコンクリート製アーチ橋が見られる。一つはエルクアベニュー橋でもう一つがブロードストリート橋である。 これらは1928年に架けられた。同川と和東川の合流点は、ブロードストリート橋から下流に20分ほどのところで、ある。カーター郡のテネシー川流域開発公社による2つの貯水池があり、それぞれ TVA 和東川ダムの和東川湖と TVA ウィルバーダムのウィルバー湖となっている。これらは、エリザベストンからは、和東川の上流、南東にある。 アパラチアントレールがエリザベストン南東のカーター郡にある TVA、保留地を横切っている。ワトーガ川はエリザベストンの街中を流れ、町は主に南側の包みにあり、その主な支流である道川にも沿っている。中心街実業地区は、ワトーガ川と道川の合流点から上流に約4分の1マイル、0.4km のところである。 同川は、エリザベストン中心街実業地区にある歴史的、木製屋根付橋の下を流れている。夏の間、急流ラフティングを楽しむ人には、和東川のビークリフ早瀬があり、エリザベストンの南東、TVA ウィルバーダムの下流である。エリザベストンの西側では東川の下流は、テネシー州全体で2つしかないマスの釣り場の1つである。エリザベストン自体は、 山の稜線やそこそこの丘に囲まれた渓谷の盆地であり、ホルストン山が北東にあって、その稜線の南端が町に迫っている。カーター郡の修道91号線から分かれた林道がホルストン山の東側から3マイル5キロメートル上り、最高点の南西領から4マイル6.5キロメートルのところまで続いている。雪や氷に閉ざされている間は、 国立森林局が鉄の門で林道を閉鎖する。チェロキー国立の森近く林道の左手に駐車場と歩道があり、落差約45フィート13.7メートルのブルーホールだけに続く坂道がある。林道の最後の3マイル5キロメートルは大雨による流出物、急な断崖が続き、車の展開点もない。この最後の3マイルに車で乗り入れるとすれば、 あとは運転手の責任である。1950年代と1960年代の初期の放送局がホルストンさんをテレビ派の主要な中継所として目をつけた。この山が周辺で一番高い山であり、東テネシーの主要な都市やノックスビルからバージニア州のロアノークに至る渓谷まで見通せるからである。この結果テネシーの3都市テレビ市場に向けた3つの テレビ局の中継所となった。和細部 TV のアンテナは、ライパッチの部にあり、アンテナの高さは341フィート、104メートル。設置点は、周りの渓谷からの高さが2431フィート、741メートル。海抜では4533フィート、1381.6メートルである。アンテナが乗っている塔は、この山の人工物では、最も高く、 また最も高い地点にある。WJHL-TV と WKPT-TV のテレビ塔は、ホルストンさんの最高点の南西斜面、ライパッチノブからは南西に1マイル、1 5トルのところに、共通のアンテナ設置場に並んで立っている。WJHL-TV アンテナの高さは200フィート、61メートル。 設置点は、周りの渓谷からの高さが2319フィート、707メートル。海抜では4370フィート、1332メートルである。WKPTTV のアンテナの高さは193フィート、58.8メートル。設置点は、周りの渓谷からの高さが2319フィート、707メートル。海抜では4366フィート。 1331メートルである。テレビ局のデジタルアンテナも各テレビ等に据えられている。ホルストンさんは3つの FM クラス C 局、WTFM-FM98.5、WXBQ-FM96.9 及びウェッツ FM89.5 の中継点でもある。3本のアンテナと予備アンテナはホルストンさんの最高点の南西斜面の共通の アンナ設置場にある。他にも FM クラス C1 極、WHCBFM91.5 のアンテナがライパッチの部にあり、FM クラス C2 極、WCQRFM88.3 のアンテナおよび FM クラス D 極、W214APFM90.7 のアンテナはホルストンの最高点の南西斜面の共通のアンテナ設置場にある。 合衆国、テネシー州、サリバン、ワシントン及び、クラーク軍政府の短波中継局が、ホルストンさんの最高点や、ライパッチノブから、移動通信波を送っている。連邦航空局もホルストンさんの最高点から、航空誘導信号を送っている。週刊高速道路26号線出口24から、東にたどるとエリザベストンに至る。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体世帯数、収入と家計。現在のテネシー州の地域には約1万1000年前にパリオインディアンが最初に定着した。最初の定住からヨーロッパ人が入ってくるまでにこの地域に住んだ。 集団の名称は知られていないが、考古学者によっていくつかの文明段階が名付けられてきた。アルカイック期、森林期及びミシシッピ文化であり、その指導者はマスコギー族の文化的祖先であり、チェロキー族が川上に移住する前に、テネシー川峡国に住んだ。スペインの探検家。 エルナンドで外が1539年から1543年にかけて初めてテネシーに入った時、マスコギー族という地族が住んでいた。おそらくヨーロッパ伝来の薬病がインディアン集落を襲い、この地域は人口規薄地帯となった。北部に入植したヨーロッパ人の拡大につれてバージニアからチェロキー族が南に移住してきた。ヨーロッパ人がこの地域にも入ってくると、 マスコギー族、ユチ族、地下層族及び直闘族は南部と西部に移住させられることになった。1838年から1839年にかけて1万7千名近いチェロキー族がカストリデのような移住宿営地からアーカンソー州西部のインディアン居留地に更新させられた。この更新は後に涙の道として知られるようになり、 更新中におよそ4000名のチェロキー族が死んだ。1759年、ジェームズ・ロバートソン青年が探検家のダニエル・ブーンと共に、アレゲーニー山脈を越えてこの地に入った。ブーンは3回目の探検だった。一行は、和東が川渓谷に、インディアンが何代にもわたって工作していた、オールド・フィールズを見つけ、ロバートソンはトウモロコシを植え付けることにした。ここが、 今日のエリザベストンである。ブーンは、ケンタッキーへの探検を続けた。ロバートソンは一旦、ノースカロライナに帰り1767年には、結婚した。1771年のアラマンスの戦いの後で、多くのノースカロライナの人々がイギリスに対する、忠誠を誓うことを拒否し、ロバートソンが先導して、世直しの運動に関わった12、3家族が、 植民地を離れた。この一帯は、そこが、バージニア植民地の境界内と信じて、ワトーガ側の包みに入植した。1772年、ロバートソンと開拓者たちは、北東テネシーのワトーガ側、どうかは、ホルストン側、およびノリチャッキー側がシカモアショールズに合流する場所に、定着し、独立した、地方政府である、ワトーガ教会を設立した。しかし、 測量士がその土地は、チェロキー族の領土内にあるとしたので、チェロキー族は開拓者に沈賀死するための交渉を要求した。この沈賀死がまさに成立しようとした時に、チェロキー族戦士が白人に殺されるという事件が発生した。チェロキー族は力に訴えても開拓者を追い出すと脅したが、ロバートソンの巧みな外交術で怒り狂うインディアンを沈めることができた。カーター軍は、 ランドン・カーターにちなんで名付けられた。カーターは、和東画教会の設立主意書の条項で規定される議会の議長であり、フランクリン国の議長でもあった。エリザベストンは、軍長所在地であり、カーターの妻、エリザベス・マックリン・カーターにちなんで名付けられた。カーターは、カーター軍初期の開拓者、ジョン・カーターの息子であり、1780年頃に建てられたカーター帝が、今も、 観光客向けの呼び物となっている。この屋敷は、テネシー最古の木造住宅であり、和東が川包みの上、町の東側にある、ブローソストリートエクステンションに位置している。暖炉の上の壁に掛けられていた絵画の下の層を、検査すると、バージニアのプランテーションの景色が出てきたので、ジョン・カーターは、バージニアの冬なプランテーション所有者、ロバート・カターの被着室師であり、やはり、 バージニアのプランテーション所有者、ランドン・カーアッターの義兄弟であった可能性がある。しかもアショールズにあるエリザベストンには、トランシルバニアの和道が取り出があった。1775年3月、土地登記下で、ノースカロライナの藩事でもあったリチャード・ヘンダーソンが、しかもアショールズで1200名以上のチェロキー族と、会合した。チェロキー族の指導者には、アタクラクラ、 オコノストタ及びドラッキングカルーがいた。ここで結ばれたしかもアショールズ条約、ワトーガ条約とも言うでは、カンバーランド川、カンバーランド山脈及びケンタッキー川に囲まれ、オハイオ川の南にある土地すべてをヘンダーソが買収した。このトランシルバニアと呼ばれた土地の広さは2000万エーカー、8万1000平方キロメートルあり、今日のケンタッキー州の半分に相当した。 ヘンダーソンのこの買収は、インディアンの土地を私的に購入することを禁じた、ノースカロライナとバージニアの法律及び1763年宣言を犯すものであった。ヘンダーソンは、その頃のイギリス放送会の考え方が、このような買収を法にかなっているとしたことを信じていた可能性がある。ヘンダーソンは、しかもアショールズ条約に先立って、 ケンタッキーを探検したことのある経験を積んだ漁師、ダニエル・ブーンを雇い、チェロキー族の集落を訪ねて、交渉の予告をさせていた。条約締結の後、ブーンはカンバーランド渓谷を抜けて、ケンタッキー中央部に至る通称ワイルダネス道路を切り開くために雇用された。ブーンは30名の作業者と共にこの仕事に携わり、ケンタッキー側に至って、ブーンズボロの街、 現在のケンタッキー州歴トン近くを作った。この町はトランシルバニアの首都とする意図があった。同時にハロッツバーグの開拓地も作った。ケンタッキーに自発的に入ってきた入植者はトランシルバニアが支配していることを知らなか。ダニエル・ブーン道路の歴史標識がエリザベストン中心街の実業地区のすぐ外にある。アメリカ独立戦争初期の1776年。 しかもアショールズのワトウガトリではトランシルバニア買州に反対するドラッキングカヌーに引きられたチェロキー族の一派開拓者たちは彼らを捕まうが呼んだの攻撃を受けた。この攻撃を跳ね返したワトウガトリではワトウガガーツミの辺境に生き残り続けた。ケンタッキーなどの民兵で構成されるオーバーマウンテン部隊はサウスカロライナのマスグレーブスミルの戦いで イギリス軍と戦った。1780年9月26日、ワトーガトリでは、オーバーマウンテン部隊が、アパラチア山脈のブルーリッヤ山とローン山を越える、遠征の拠点となった。この部隊は後に、ノースカロライナのキングスマウンテンの戦いで、イギリス軍と対戦し、打ち破ることになった。アメリカ独立戦争まで、イギリス植民地としてのアメリカではほとんど火薬の、 製造が行われておらず、需要のほとんどをイギリスからの輸入に頼っていた。1777年10月、イギリスの議会は、アメリカ植民地に対する火薬の輸出を禁じた。メアリー・パットンという女性とその夫が、キャップクリークにあった製粉所で、オーバーマウンテン部隊のために零レ零レポンド、450キログラムの黒色火薬を作った。作った日の夜は、 雨だったので、オーバーマウンテン部隊はこの火薬を、現在のテネシー州、ローンマウンテン近くにあった、シェルビングロックとして知れる乾燥したホラー穴に貯蔵した。1781年1月、オーバーマウンテン部隊は、サウスカロライナであったカウペンスの戦いでもイギリス軍と戦った。アンドリュー・ジョンソンは、テネシー州の北軍政府の長官であったが、その推薦によって、 エリザベストン出身でアメリカ海軍の士官サミュエルポ・ハッタン・カーターが名誉巡賞に昇進し、エイブラハム・リン・カーンの指示によってケンタッキーに本拠を置くアメリカ陸軍機兵隊の指揮を取った。カーターは南北戦争の間テネシー州内の鉄道や橋を南軍の攻撃から守った。1861年早くアンドリュー・ジョンソンは内戦が起こった場合にカーターが 合衆国、北軍に対しての忠誠を守るという文章を受け取り、陸軍省に対するジョンソンの影響力を行使して、カーターに東テネシーにおける民兵の組織化と訓練を任せた。1862年1月19日、カーターはミルスプリングスの戦いで、騎兵隊の攻撃を成功させ、5月には巡承の位を受けて、6月のカンバーランド強国の戦いと、 12月のホルストン、カーターズステーション及びジョーンズビルに対する襲撃を指揮し、ウィリアム・ローズクランズ将軍のマーフリーズボロ攻撃を支援た。1863年7月、カーターは第23軍団騎兵隊の指揮を取り、年間を通じてテネシー全体の作戦活動を続けた。1865年、カーターはノースカロライナに転身し、 キングストンの戦いでは、北軍の左翼を受け持った。カーターは名誉少将に昇進し、一時的に第23軍団の指揮を取り、1866年1月に召集を解除された。カーターが北軍の陸軍で従軍している間に、アメリカ海軍はカーターを1863年には海軍少佐に、1865年には海軍中佐に昇格させた。 エリザベストン中心街のカーター邸の前、ウエストエルクアベニューに、テネシーの歴史名版があり、カーターの人生と海軍の軍歴を記念している。エリザベストン中心街には二門の野方に守られる形で、古参兵の記念オベリスクが1904年に建てられ、カーター軍出身の北軍と南軍双方の兵士の鎮魂碑とした。アンドリュー・ジョンソンは、 1875年7月31日に和東賀川を望む林渓国の娘の家で卒中のために死去した。エリザベストン中心街実業地区の中にある歴史的な木製屋根付橋はどう川にかかり、馬車用の道と歩道がある。橋は第3通りとハッティアベニューを結び、市民公園の傍らにある。自動車の通行はできないが、自転車や歩行者は通行できる。 エリザベストンは、軍庁所在地として1800年代に発展した。しかし、林さんが東方を遮り、和東側が,和が北を流れており、道川はしばしば洪水を起こし、町の南部の発展を妨げた。現在の中心街のある西方へ拡大していくには、道川にかかる橋が必要だった。活発な議論の後で、カーター軍政府は橋に3000ドル、取付道路に300ドルの予算を承認した。 軍政府は橋を架ける場所の選定委員会を指名した。しかし、委員会は予想もしなかった問題に直面した。橋を架ける資格のある、請負い業者が見つからなかったのである。軍の役人では工事業者を見つけられなかったので、町の医者、E、E ハンターが工事を請負い、橋を架けたことのある作業者を雇用した。ハンターは、東テネシーイ,イコール西のオスカロライナ鉄道の技師で、 建築家であったトマス・マットソンを選んだ。ハンターは、この工事契約で5ドルの利益しか得られなかったので、橋のことを5ドル橋と呼んだ。1901年の大洪水の時は製材所の丸タやナヤが流れてきて、橋とその支持構造に当たったが、この地区で生き残った唯一の橋となった。橋の構造は、景観が一つ、屋根は、 トラス構造で木製の車材と鉄の垂直材でできており、屋根長さは137フィート42メートルある。橋の長さは154.3フィート47メートルある。車用と歩行者用の道に分かれている。遠石間の幅は16.4フィート5メートル。外側の最大幅は20.4フィート6.2メートルである。補助構造材として、 漆喰、石及びコンクリートが使われた。橋の両端は、切り妻屋根風になっている。エリザベストン中心街のほとんどが、その歴史的また建築的価値のゆえに、国定登録歴史記念物に挙げられている。エリザベストン歴史的外区には1700年代後半から1930年代までの、様々な財産が、ある。しかし、エリザベストンの屋根付け橋は、 州の中でも注目を浴びよく知られた記念物となっている。この橋以外にも、中心街歴史的地区には1926、エルクアベニューのコンクリート製、アーチ橋が、あ、少し下流には、ブロードストリート橋として、地元では知られる同様なコンクリート製、アーチ橋がある。20世紀の初期に、エリザベストンは、鉄道の乗り換え駅となり、3つの異なる、 鉄道会社が乗り入れた。1880年代初め、狂気の東テネシーイコール西ノースカロライナ鉄道、略号 ET&WNC、愛称、トイーチーが、ジョンソン市からエリザベストンを経て、ブルーリッジ山に登り、1916年には、ノースカロライナのブーンとを繋いだ。1927年、ジョンソン市からエリザベストンまでの9マイル、14、キロメートルは、 標準機に切り替えられ、企業のナークとベンベルグとレイヨンの工場に公的に貢献することになった。ET&WNC の狂気部分は1950年に運転を終え、廃線となったが、標準機部分は2003年まで東テネシー鉄道として運転された。現在も線路は残されているが、将来は確かでない。ET&WNC 狂気の蒸気機関車。 エンジン12のうちの1台は残されて、ブーンの近くにある、トイーチー鉄道テーマパークで運行されている。南部鉄道がエリザベストン西線を乗り入れ1940年の洪水まで運行した。これは、和東川と同川の合流点近くの小さな鉄道走車場で ET&WNC と接続した。1910年代から1920年代にかけて、 もう一つの小さな鉄道、ローレルホーク鉄道が、エリザベストンから ET&WNC と同川に並行して走り、ハンプトンとをつないだ。ハンプトンからは分岐して、現在の和東が湖近くの製材工場とをつないだ。1920年代遅く、エリザベストンの和東ガが川津海に、ドイツとオランダの投資会社が二つの大きな、レイオン製造工場。 ベンベルグ及び北アメリカレイオン会社を立ち上げ、アメリカ国内と輸出向けにレイオン素材を製造した。今日でも中心街に当時の建物や改装されたものが残っており、1920年代のレイオン経済発展の名残を見ることができる。第二次世界大戦の間、合衆国政府はエリザベストンの重要なレイオン工場を管理した。 戦後のレイヨン産業の絶頂期にあたる1949年、2つの工場の雇用者数は6100名に達した。スペースシャトル計画で NASA が使用した特殊繊維は1980年代にエリザベストンの工場で作られた。長年にわたってレイヨンの市場が縮小し、海外のガットやナフタとの競争もあって残っていたレイヨン工場。 北アメリカレイヨン会社の所有は1990年代遅くに閉鎖された。エリザベストンは1910年初期に比較的安価な最初の水力発電エネルギーを利用し愛称である力の死はこのことから言われるようになった。和東川のホース集地区テネシー川流域開発公社 TEVA ウィルバーダム背後の保有地内はテネシーで 初めて水力発電用ダムが建設された地域であり、1909年に開始された工事は1912年には発電と送電を開始させた。1928年の大統領選挙で共和党の候補者、ハーバートフーバーは南部遊説の旅の途中でエリザベストンに立ち寄り、林さんの麓とハーモンフィールドに集まった5万人の聴衆の前で10月6日の選挙に向けた 外交演説を行った。当時、共和党所属の大統領が続いており、最初は、カルビン・クー・リッチ、次に、フーバーが、連邦政府の水力開発部局を作るという、アメリカ合衆国議会の立法に二人とも拒否権を発動したのは、川なことであった。1933年の TVA 法を提案したのは、ネブラスカ州出身で、民主党の上院議員。 ジョージ・ウィリアム・ノリスであり、フランクリン・ルーズベルト大統領の任期中に TEVA を創設する水力開発法案が成り立った。ノリスは1936年の地方電化法の重要な提案者にもなった。第二次世界大戦の終戦に続いて1948年に TEVA の和東がダム及び貯水池がウィルバーダムの上流3マイル5キロメートルに完成した。 tva のウィルバーダム発電所には4つの水力、発電タービンがあり、出力は1 7 0 0ットである。自由、しかもアショールズのサーガ、以前の大和、和東ンズは、テネシー州の公式野外歴史劇である。毎年7月の最後の期、金、土曜日の3日間エリザベストンの和東が歴史協会、しかもアショールズ歴史地区によって開催される。公開の募集によって、 プロのアマも混在する再現劇が行われる。ワトガンズは北東テネシーの初期の歴史を扱っている。ハイカー、軍人を演ずる人及び石膏が有名なオーバーマウンテン勝利の道をたどる。1975年には3人のボーイスカウトがその中に混じりオーバーマウンテン行進を成し遂げた。しかもアショールズのエリザベストンからキングスマウンテン国定軍事公園まで 片道約214マイル324キロメートルであった。1980年、ジミー・カーター大統領は、キングス・マウンテンでイギリス軍と戦った、辺境愛国者のアパラチア山脈越え行進の歴史的意味を理解し、その航路をオーバーマウンテン勝利国定歴史の道として指定する法案に署名した。これは、東部アメリカ合衆国では、 初めての国定歴史の道ということになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。